J1 リーグ第7節の結果です。横浜 F ・マリノスと横浜 F ・ C の対戦。横浜ダービーは後半。F ・マリノスが5ゴールを挙げて勝利しました。首位ヴィッセル神戸はアルビレックス新潟と、そして名古屋グランパスと浦和レッズはそれぞれスコアレスドローに終わりました。サンフレッチェ広島は、サガントスを1対0で下し4連勝。ここまで未勝利のガンバ大阪は、川崎フロンターレに2対0。 同じく未勝利の柏レイソルは鹿島アントラーズに1対0で勝利し初白星を挙げました順位表です首位のビッセル2位グランパスは変わりません4連勝のサンフレッチェが3位に浮上していますそしてアビスパ福岡も2節以降黒星はなく勝ち点14で3位につけていますドローに終わった FC 東京と湘南ベルマーレは勝ち点1を追加しそれぞれランクアップガンバとレイソルは嬉しい初勝利を挙げましたが 横浜 FC の初白星はまたもお預けです。